天気ですね。今日も20度超えらしいですよ。でなんか明日から雨らしいですけどね。今日も WBC あるんで YouTube 作って WBC でも見ようかなと思います。今日はこれにしますかね。ハンバーグカレーとタコライスですね。これをミックスで半々でいこうかなと思います。いってみます。できました。こんな感じですね。こっちがハンバーグカレー、温玉をトッピングしました。でこっちはタコスですね。タコスライス、タコライスですか。で両方美味しいとこ取りみたいな感じのライスにしました。これをいってみたいと思います。今日は金麦ですね。金麦のリッチモルトいきます。桜のやつですね。春の味できましたってやつです。おいしい。このハンバーグカレーとタコライスミックスいってみますが、まずはカレーの方いきますか。まずとても美味しいカレーです。すごいうまい。タコライスいきますかね。これもかなり最高ですよ。めちゃくちゃ美味しい。タコライスうまいっす。ハンバーグカレーのハンバーグ売ってみますよ。ハンバーグ柔らかいっすね。じゃあ禁断のタコライスとミックスで。あーこれもうまい。タコライスのカレーのミックスうまいっすよ。じゃあこの温玉をいきます。うん、最高っすね。温玉とタコライスね。すごいこれは。豪華です。めっちゃ満足ですよ。ハンバーグとタコライスで。これもいいっすね。どこ切り取ってもうまいっすよ。じゃあ最後にミックスでいきます。これはすごいうまい。ああ、最高ですこれ。今日はでも、あったかいっす。窓開けてますよ。明日がちょっと寒いかな。東京は、明日16度。土曜日が寒いですね。11度ってね。雨が降るのかな。でもまた暖かくなりますけどね。まあね、寒暖差があるとね、辛いですね。昨日、歯医者行ってきて、怖かったっすよ。またリンパ腫れんじゃないかなと思って。昨日一日ビクビクしてましたけど、まあなんとか乗り切ったんで、大丈夫そうですね。新しい CM、やっと今日初めて見たんですよ。ミルキーのやつね。面白かったっすよね。それで、上白石萌音が、インスタグラムで、人生初のバッティングセンターを訪れたことを報告したと。そう、バッティングセンターでなんか、打ってるんですよね。ちょうど今、WBC が、ね、今日もやりますけどね、盛り上がってるので、タイムリーなんですよね、この CM がね。なんか、いいところに持ってきたなっていう感じなんですけど、俳優の上白石萌音が人生初のバッティングセンターを訪れたことをインスタグラムで報告したと。で、人生初のバッティングセンターは、未開部位の筋肉痛を誘発しましたと。初めての経験で初めて筋肉痛に襲われたようだと。続けて、そんなところにも筋肉があったのねと思いました。楽しかったと人生初体験を感想綴った。まあそうですね、バッティングって野球のバッティングとか、なかなか普段使わないところの筋肉使うから変なところ痛くなるのかななんて思ったりしますけど、バッティングセンターね、僕も、まあ、滅多に行かないですけど、ほんとたまに行くんですよね。近くの、駅でね、和光っていうね、埼玉に町があるんですよ。和光にバッティングセンターがあるんですよ。そこに稀に行きますかね。なんか散歩してたりとか、あと和光で、なんか飯食ったりとか、なんかお酒飲んだりとかした後、ちょっと気晴らしに行くとか。で、面白いんですよね。やるとね。毎日やるのはあれですけど、たまに行くとめちゃくちゃ楽しいですよね。また行きたくなってきますよ。WBC とか見てると。と、これはですね、ミュージカルっていう本があるの？今年、雑誌ミュージカルっていうのもあるんですか？3月、4月号。ミュージカル出版社っても出してるんですね。
思いっきりミュージカルなんですね。2022年ミュージカルベスト10ってのが発表されて、まあ、モネちゃんがね、急上昇してるって話ですよね。推しランキングでか大活躍ってやつですね、モネちゃんがね。再演ベスト5では、1位がダディロングレックスだそうです。井上芳雄さんと上白石モネちゃん。2位にエリザベートなんですね。5位で大竹しのぶさんのピアフ、エディットピアフの話ですね、これね。が入ってると。それで女優部門のベスト5に2位で上白石モネちゃんが入ってる。なんか3位になぜか渡辺直美さんも入ってるんですね。渡辺直美さんもやってるんですね。柿沢優斗さんっていう人も急上昇して、柿沢、上白石モネともに昨年から大活躍だそうです。上白石モネは、矢吹千奈さんとダブルキャストでジェーンエアーに出演しています。出演します。今、してるんですよね。今後はさらにこの二人のミュージカル界で活躍していく予感がします。だそうです。いや、僕このミュージカルっていう雑誌があるの知らなかったですけどね。どこで売ってるんですかね。本屋さんで売ってるんですかね。しかもミュージカルでミュージカル出版ですからね。思いっきりミュージカル。これモネちゃんが本当になんか購読してそうな本ですよね。まあそこで押されてるってことはめちゃくちゃいいことなんじゃないかなと思いますけど。これは成城石井のチーズケーキ5種類セットですね。食べ比べセット、これを行ってみます。これもホワイトデー用に買ったやつですね。こんな感じです。